こんにちは国際投,信投資顧問のイネ・サアグニュと申します。今日は在英国日系企業における異文化コミュニケーション、総合理解と協力についてお話ししたいと思います。日本人と仕事をするのは外国人にとって非常にチャレンジとしてよく見られますが、駐在員としてヨーロッパに赴任された日本人も、 いろいろ苛まれることがあるとよく聞きます今回のスピーチでは私は日本人と日本人ではない人がどのように一緒に仕事をして協力をしているのでしょうかということについて考えたいと思いますこのテーマを選んだ理由はいくつかありますまずは私は日本人と付き合い始めてから去年はちょうど20年で振り返ってみるととっても特別な20年間でした 日本の多くの素晴らしい場所に行くことができてユニークな仕事の機会や親しい友達が作られたので恩返しをしなければとずっと思ってきました。国際結婚している私は多民族国家に住んで自分の母国語と違う言語を毎日仕事で使いながら私たちは最近どれほどグローバリゼーションを当然だと思っているのかがよくわかります。だから、 この弁論大会を契機として日本とヨーロッパの間の文化の架け橋になって私なりの衝突に対する対策をご紹介したいと思います。このスピーチを作成する基本資料はロンドンの日系企業に勤めているさまざまな人にアン,アンケート調査の回答に基づいています。対象者は28人しかいなかったため 基本ポイントのみをご紹介いたしますでは日本人の意見から始めますまず悩んでいることと気になっていることの実例をご紹介いたします日本人ではない人に何かインストラクションや業務を任せている日本人は何回もインストラクションとやり方を繰り返す必要があってそれのフォローアップしないとなかなか落ち着かないという答えが多いです 日本人の考えでは外国人は業務に対する姿勢が不真面目でちょっとそういう意味で困るんじゃないですかってよく答えがありますまたはすみませんまたは英国,英国人スタッフは退社時間ぴったりに仕事を終わ,終わらせるという件も気になりますけれども日本人の多くが 早く退社し,している英国,英国人には仕事を頼みにくいということが気になって、やっぱり恨みの気持ちが高まります。そして、英国人の多くが個人主義者なので、その個人主義者という性格から、やっぱりお互いをサポートしてないということが出てしまいますので、情報交換もうまく行ってないということがよく聞こえます。 以上のコメントにもかかわらず多くの日本人の対象者が在英国に企業に勤められたからこそとても有意義な体験ができたということをリポートしています。例えば自分の自分の文化に関する理解が深めたとか自分が世界観が広がったなどのようなことです。 そして人の個性を中心に自分の同僚を個人として評価できるようになったというふうに言っている対象者もいました。やっぱり日本のビジネスの中では人の,人の個性を称賛する考えはまだ新しいので英国にいて初めて自分の重要性や専門性に誇りを持った日本人は何人かもいました。その変化がが起きた日本人が 自分のタイムマネジメントもよくできるようになって、自分の個人生活を改善したという楽観的なリポートもあります。これから日本人ではない声を聞いてみましょう。やはりなじみのない日本の文化にちょっと慣れるのは時間がかかるとか、日本人のボディランゲージやあまりにもな冷静な姿勢に対する文句を言っている外国人は何人かもいますが。 具体的に仕事の場面,場面で何が気になっているのかということについてちょっと考えたいと思います。多くの日本人ではない人が日本の細かすぎる事務手続きに関心がないということを言っています。事務手続きに関心がないと言っています。もちろん、アバウトな人もいますけれども、<laughs> 例えば実例として、 何かの業務を実施させるためにはどれほどのメール交換や何人ものアップルーブが必要なのかということが実例として挙げられていますそして日本人と彼らの性格と特徴についてなぜ日本人は物静かで控えめかと聞くとよく昔から日本は鎖国だったからとのような変な答えが出ますので。 20世紀にそれを聞くのはどうもおかしいです。だって現代化と緊張化されている戦後の日本はこの間多くの人材をさまざまな国へ送っていますので緊張,感緊張や劣等感コンプレックスは残っていないはずです。しかし現代でも多くの日本人が恥の文化という特徴を持ちながらコミュニケーションしにくい民族としてよく見られています。 そして、そのコメントがあったにもかかわらず、多くの日本人ではない対象者が、日本人と働くチャンスについて、やはりとても積極的な姿勢を持っていることに気づきます。例えば、日本人の仕事スタイルのおかげで、自分が細部へ注意深くなったとか、または、 業務の締め切りに間に合うようになったとか、そして自分の同僚のスケジュールを尊重できるようになったというふうに言っている人が何人かもいます。それから外国あ、英語語側者ではない人たちが周りにいるので、英国人がよく自分の使っている表現に気を使うようになったというふうに述べています。または個人、個人的に多くの人たちは自分の性格に変化が起きたことに気づいて、 例えば、緊張やストレスの中で自分のフラストレーションと不安の気持ちを抑えることができるようになったというふうな楽観的なレポートもあります。最後に、このアンケート結果と合わせてコミュニケーションについて私の考えも述べたいと思います。まずは、いくらお互いの言語ができても異文化による誤解とコミュニケーション不足が起こる可能性があること二2つ目は、 お互いを分かろうと,いうとする努力しないとコミュニケーション問題自体が存在している認識さえができないこと3つ目は相手の言語ができればいわゆるうちの関係ができて素直で正直な意見が聞けるようになることですここでこれからの社内でのコミュニケーション問題が改善するようにいくつかの提案をしたいと思います 一つは、事務所の業務タイプによってふさわしいと思われるグループタスクを与えるのは重要に思われます。例えば、プレゼンテーションなどのようなものを任せて、双方にそれぞれの部分の責任を担当させて、責任と役割分担につながるでしょう。お互いに貴重な経験と知識をシェアしながら、 成功する新製品が作れると思います。そして、双方の言語能力を豊かにするための機会を作ればいかがですか例えば、1回限りの日本語と英語の授業を計画して、社員には例えば、簡単な方言とか挨拶などを教えてみると面白いかもしれません。最後には文化についてです。 やはりお互いの文化をよりよく分かるようにインターネットなどのようなものを使って興味深いトピックを取り上げながらそのトピックに沿って文化のイベントを行えば同僚の間の親睦を深める機会になるのではないでしょうか以上に述べたものは直接ビジネスに関係してないかもしれませんしかしアップグレードされた事務所内の協力の コミュニケーション能力は有意義な協力関係になるに違いありません。そして、この協力関係こそが、手段的知能を形作ることができるのです。ご清聴ありがとうございました。